アイドル打ち飲み屋。一宮市広報アイラブ一宮、司会は私福井理香と斉藤みなみです。どうぞよろしくお願いします。実はこの前おばといつもの場所で待ち合わせしてたんですけど、おばが待ち合わせの場所に来れなくて、もしかしたら認知症かなって。それは心配だね。実は今回認知症の専門知識を持ったスタッフがご自宅に訪問して、困りごとなどを解決する認知症初期集中支援チームについて紹介するの。参考になるかもしれないね。そうですね。それでは今週のアイラブ一宮スタートです。では本題に行きましょう。はい、今回は更年福祉課の杉浦さんにお話を伺います。杉浦さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは認知症とは何かを改めて確認したいんですが。はい、認知症とは様々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったため、それまでできていたことができなくなり、生活に支障が出てくる病気です。軽症も含めますと65歳以上の方の 15% ほどが発症していると言われています。はい、以前も番組で紹介しましたが、認知症は病気なんですよね。そうなんです。ですから認知症かなと気がついたら、早めに病院に行くことが大切です。治る認知症もあるんですよ。そして認知症は日頃から脳を活性化することで予防することができると言われています。でもなかなか自分は認知症かもしれないとは思いたくないから、病院にも行きづらいですよね。そういえば以前番組で家に帰れなくなった高齢者を捜索するための事業も紹介しましたね。そうそう、行方不明高齢者と捜索メールだね。徘徊して家に帰れなかったり、病院に行きたがらない人がいたりと様々ですね。そうですね、そういう方もいらっしゃると思い、10月からある取り組みを始めました。何ですか？はい、認知症初期集中支援チームの派遣です。市では認知症になっても安心して生活できるように、認知症初期集中支援推進事業を認知症初期集中支援センター今伊勢へ委託して実施します。認知症初期集中支援センター今伊勢は何をしてくれるんですか？はい、認知症または認知症の疑いがある方の家庭を、認知症の専門知識を持つ看護師、精神保健福祉士が訪問し、生活上の悩みなどを一緒に考えて問題が解決するように手助けしてくれるところです。また必要に応じて認知症の専門知識を持つ医師の訪問も行います。一緒に考えてくれるのは心強いですね。この支援チームの派遣は誰でも受けられるんですか？市内在住で自宅で生活している40歳以上の方とその家族で、さらに次のいずれかに該当する方が対象です。認知症の診断を受けていない、認知症と診断されたが医療・介護サービスを受けていない、認知症と診断され医療・介護サービスなどを受けているが症状がひどく対応に困っている、また認知症初期集中支援チームの派遣は無料です。なるほど、対象は分かりました。ではどのように対応してもらえるのでしょうか？はい、センター職員が自宅を訪問し、ご本人やご家族の方に支援を行います。具体的には相談のあったご本人ご家族のお話を伺い、認知症予防や早期の診断へのアドバイスなどできることを一緒に考えていきます。おおむね6ヶ月をめどに必要な医療や介護サービスの利用につなげていく集中的な支援を行い、その後はお近くの地域包括支援センターや介護事業所に引き継ぎ、継続的にサポートしていきます。合わせて本人やご家族の心理的サポートも行います。また必要に応じて関係機関やかかりつけ医との連携、
情報共有も行います。支援チームの派遣期間が終わっても引き続きサポートしてもらえるのは嬉しいよね。そうですね。この認知症初期集中支援チームを派遣してもらうにはどうしたらいいんですか？はい、まずご相談ください。相談は地域包括支援センターと本庁舎高年福祉課で受け付けます。一宮市には地域包括支援センターが7カ所あります。各地域包括支援センターには担当地区が決められています。担当の地域包括支援センターにご相談してください。わかりました。まずは相談をすることから始まるんですね。相談内容はどんなことでもいいんですか？はい、例えばうちのお父さんもしかしたら認知症かなとか、病院で認知症を見てもらいたいけど嫌がって言ってくれない、また物忘れがひどい、どうしたらいいのなどです。なるほど。皆さん一人で悩まず、まずは相談しましょうね。私たちが認知症初期集中支援チームです。皆様の困りごとをお伺いをして解決方法を一緒に考えます。安心してご相談ください。実は最近父が定年退職をしまして、家に引きこもりがちになってしまったんですよね。何か元気が出る方法ありませんかね？どうですかね。はい、毎年実施しています元気はつらつ介護予防フェスタにぜひお越しください。いつ開催されるんですか？はい、今年は10月30日金曜日の午前10時から午後3時まで一宮スポーツ文化センターで開催します。このイベントは介護が必要になる状態を未然に防ぐ介護予防を市民の皆さんに広く知ってもらうことを目的としています。当日はどんなことが行われるんですか？はい、ステージと体験ブースでのイベントがあります。ステージでは午前10時30分から元気はつらつ川柳の入選作品受賞式があります。元気はつらつ川柳はどれぐらいの応募があったんですか？はい、年を追うごとに応募が増え、今年はおよそ1600もの作品が届きました。すごい数ですね。その中から入選川柳が選ばれるんですね。ちなみに過去にはどういう作品があったんですか？はい、去年の最優秀作品はこちら、人のためやれる幸せ元気なりです。過去の最優秀作品の中で個人的にはポケットにいつも持っている好奇心が私は好きでした。常に好奇心を持って過ごすことができれば何より介護予防につながるため素敵だと思います。その他にも長寿万歳、元気100歳の方の秘密や音楽療法で介護予防、バイオリンミニコンサートと題した介護予防に関する講演が行われるほか、健康づくりリーダーによる一民の歌に乗せた転倒予防体操を行います。体験ブースではどのようなことをするんですか？はい、体験ブースではよろず相談コーナーで認知症や在宅医療などの相談、介護予防、介護サービスの相談などができます。その他に転倒予防コーナーでは正しい姿勢で歩きましょうと題して体操の先生が若々しくはつらつと歩くための指導をします。栄養コーナーではこれであなたも献立名人と題して一食分の献立をバランスを考えて立ててもらいます。高齢者は栄養が偏っていたり不足していると低栄養の恐れがあります。ここでしっかり学んで予防してほしいですね。お口の健康コーナーでは早口言葉でお口の若返りと題して早口言葉リレーを実施します。どのコーナーでも楽しみながら介護予防する方法を皆さんに伝えていきたいと思います。確かに楽しそうですね。杉浦さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回のアイラブ一宮いかがでしたか？おや、認知症と思ったら一人で悩まず、まずは相談がね。そうですね、支援チームと一緒に困っていることを考えてもらえるんだったら安心して相談できますよね。それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回もお楽しみに。